どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京ぐるりインボーク新しいイベントそんな風にしないでが開催されているので早速やっていきたいと思います。難易度は A ですね。さあ、ひなみのイベントで、まあ結構この辺りうろうろしてるよね、最近のイベントは。いいですか。さあ、まずは普通のひなみと10日ですね。まだ覚醒してないやつか。学生10日の方はもうカグネが展開している。あ、硬い。ちょっと待って、ウタさんの攻撃を半分も食らってんや。マジか。タネキさんは作らせて、こっちにウタさん出して、リゼのあれのためよ。なんかね、クリア条件っていうか、あーマジか、どうしようかな。報酬もらえる条件がね、スキル使用3回以内なんで。っていうかさ、今びっくりしたのがさ、このマップさ、ホコリが舞ってんだよね。すごいな。俺こういう作り込みちょっと感動しちゃうんだよね、こういう細かいところの。これなかなかいいっすね。体やだよー、やだよーっていう。やだよーって。こう銃蔵貯めておこう。あー、これあれだな、理性のスキル。いやー、でも硬いなこいつら硬いな。ちょっと待って。あー、でも2か。じゃあ次カグネ展開したひなみだと考えて、いやこいつ硬いな。まあ、とりあえず下げて、これもう一回ウタさん出したいんだよね。僕が行こうか。とりあえず銃蔵のスキルと以前のスキルは溜まったんだけど、どうなんだろう。これさ、いや、ちょっとここはとりあえず使わないでおこう。2人とも硬くね。え、なんだこれ。あ、そうか、ひなみ攻撃しない、強っ。ひなみ攻撃しないと強くね、さっきの10日のスキル。ざっけんな。ここ一回リゼの角で展開して、見え。いやいや、この瞬間好き。この火花がバチって散る瞬間すこ。銃蔵のスキルも使いたいんだけど、とりあえずスキルブースト貯めたいから。あー、やっぱウタさんじゃ減らないな。一回ウタさん下げて、いや、こいつら硬すぎなんだよ。で、次、あー、でもここスキル使われたら俺が死ぬかな。これやばくね。8000。マジ。あー、チークショー、次はもう負けねえからな。あの二人、硬すぎるんだけど、俺のキャラの育成が進んでないせいか、なかなかね、俺さ、集めてないですね。どっちから殺すのがいいや。10日だろ、これ絶対よ。硬った。硬すぎ。ちょっと待って、どうしよう、これ。とりあえず10日、貯めて、やって、ブレイクさせたいんだが、金木の3発くらい、じゃあ OK だね。あー、もうこんな使っちゃったよ。でも10日はスキルで吹っ飛ばさないとこいつきついだろう絶対。あ、ひなみちょっと柔らかいな。次ひなみで一回10日殴って10日のスキルブーストやって、ひなみで、10日連打さしてっていう魂胆でいくか。そういう魂胆で一回こうポンってやって、10日のカグネを発ドゥ。一つもねえんだよ。キン。オッケッケッケッオッケッケイ。で、それで、一回やったらウタさん溜まるから、これで一回ブレイクしちゃうのか。いやー、させるつもりなかったんだけど、まあいいや。体、なまってないかな。で、これで一回10日を、これ持っていけんのかな。持っていけるよな。あー、微妙い。微妙し。あー、銃蔵3回やっても微妙いな。まあいいや。これで、よっ。あー、いかねえか。まあどうせこの1回のあれじゃあ大丈夫でしょう。いかないでしょう。あー、スキルスやっぱたまんないね。
スキルもたまんないし、ブーストもたまんないっていう。で、ここで一回回復させて、シフトゲージ。いや、やってね。いや、やってんの。お前攻撃してくんな、マジで。あいつの攻撃でかすぎなんだよな。お、ラッキー。ここで、一応、重装の、あれも発動させてあげたいんだよね。これ、どこで、このターンで、これでさ、この、トーカのスキルブーストぶっ飛ばしでさ、トーカが死ぬかどうかなんだよね。これどうせひなみ攻撃してこねえから、シフトは貯めようと思えば貯めれるのかな。あいつ硬いからね、シフトゲージはここで貯めれるから、とりあえずトーカ、いやートーカブレイクさせた方がいいのかな、これ。わかんねえ。とりあえず、トーカブレイクさせないで、ひなみ行くか。この判断合ってる。一回下げるっしょ。撃つ。で、ここで、オッケー。で、これで、一回、誰をやるべきなんだ、これ。まあ、いいや、トーカでいいや。どうせ重装あと一回殴ったら、あれだから、溜まるから、重装を殴らして、あ、二回か。ここで一回重装のスキル使いの、これね、スキル3回までしようっていうのちょっと今回無視させてほしい。で、火力を上げて、吹き飛べ！オッケー、大丈夫、全然大丈夫だった。はい。オッケー。で、これで、あとは、シフトゲージを回復させるだけ。これ全員の攻撃で大丈夫だよな。全員の攻撃ってまだ死なないよな。ちょっと痛いからやる。死ぬな、頼む、死ぬな。ひなみ死ぬな。オッケー。まだ死ぬなよ。マジか。あと1個回復させたかったな。いや、怖っ。こいつ怖すぎだろ。やばい、どうしよう。こいつ怖えな。どうしよっかな。まあ、言っててもしょうがないから、とりあえず。硬いね。体、なまってないかな。どうすか、ウタさん。どこまで持っていけますか。あいつ、まがまがしいな。甘つまが土。金木のスキルもたまりそうなんだよな。ここで一回トーカを貯める。さあ、これでどこまで吹っ飛ばせるか。吹き飛ばせ、お姉ちゃん。あー、6万しか食らわないの。あー、半分か。厳しいな。まあいいや。とりあえずこのターンは終わり。次で発動させたいんだけど、多分無理なんだよね。シフトゲージがねえからな、一個も。スキル打ってこないで頼む。オッケー。あいつ一回だけか。で、次なんかえげつねえ攻撃来るんだろう、どうせ。これで、二回目のスキルだから、攻撃が上がる。やっぱこのさ、埃が舞ってるのいいわ。なんか、すげえ、臨場感がある。重装をとりあえずブレイクさせられそうだから下げるとして。金木のスキル一応打てるんだけど、こんなんじゃさ、気休めにもなんねえぞ。ほら。歌打つ。10日3回打つ。まあ、やめて。ここでさ、ひなみちゃん、3万超えの攻撃してこないよね。頼む、やめて。7000か。オッケー。しかも出血。うわ、怖っ。ちゃんとカグネで攻撃してくるんだね。で、多分これいけるはず。もうヤリーの でとりあえずここ金木に試さすか。まあ何でもいいや、誰でもいいんだけど正直。でだよ、これで終わりだ。やったぜ。いや、勝てえな。1ターン目のひなみは攻撃しねしてこないのがさ、結構救いだったね。スキル3回以内か、ちょっと難しいかもしれないな。ちょっと攻略法考えないとな。おお。いいね。
なんかこの絵好きだよ。なんか若干ちょっとクオリティ上がってきてない？ディスりすぎたかな。あの 3D の絵の。ちょっとクオリティ上がっ、なんかさ、最初の配布の SR カネキだったっけ、あれがひどすぎてさ、最近ちょっと SR のクオリティ上がってきてるような、そんな気がしますね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。